皆さん、北朝鮮による日本人拉致事件は今から40年から50年前、1970年代から1980年代、北朝鮮の工作員や在日朝鮮人、与党号グループ、日本人協力者などにより多数の日本人が北朝鮮に拉致された国際犯罪事件です。テロ事件です。北朝鮮の独裁者キム・イルソン、キム・ジョンイル親子2代が起こしたテロ事件です。3代目今日のキム・ジョンウンは拉致被害者を人質にしています。キム・ジョンウン体制の権力維持、核放棄、非核化は両立しません。拉致被害者救出、奪還、非核化を解決するにはキム・ジョンウン体制を崩壊させるほかないことは明らかです。拉致被害者救出奪還に国会で特別立法を制定し、自衛隊を朝鮮半島に派遣、武力による威嚇と武力の行使を実行する、このほかありません。まずは在韓米軍、韓国にあるアメリカ軍基地に自衛隊を派遣し、次に平壌へ進めばよいのです。皆さん、アメリカ軍は拉致被害者救出奪還はしてくれません。この際、大韓民国政府との交渉は必要ありません。